て死ぬまでそれ正解。リンカーンの後までそれ正解をバレないようにパクっていくこの企画。全部言っちゃう。例えば火で始まる有名 YouTuber はって聞かれたらみんなこうなんか誰だろうなって書いて、あそれが正解だねみたいな、そういうゲーム。一つの正解をみんなで導き出していこうと思います。もうささっといきましょう。巣で始まる YouTuber の悩み。巣で始まる YouTuber の悩み。そう、これは言った悩みか。これ俺らが分かんなかったらダメだ。なんでサワーを投げてくるんだよ。人生であんまヤングね、なんでサワーを投げてくるんだよ。ちいちいあと10秒。やばい、全員できました。はい、試合の人からあるよ。じゃあまあそちら2人同時にいきますか。せーの。数字が伸びない。ストックがない。あー次っていい。じゃあ、いわゆる好きな人が視聴者。いやいやいや、なんか大喜利じゃない。リスナーのことを好きじゃない。あ、そういう意味で言うと俺近いかもしれない。禁断みたいな。スケベなことをすると晒される。うーん、あのチンチンコみたいな。俺ってことで、これきついよ。 YouTube で一番好きだったことといえばスケベにして晒される。俺もだわ、この野郎。悩み、すぐ部屋が荒れる。あーあー、すぐカメラ壊れる。慣れてる。あー、すぐね。数ってどういう意味？何でもいい。そうです、数字が伸びないじゃん。ストックがないわ。ストックがないってなんか、でもストックがないのはさ、そのある程度言ってる YouTuber さんの悩みじゃん。何で悩んでるかって言ったらやっぱりどう数字を伸ばすかじゃない。虫さんで僕は言う。虫さんかな。まあ正解これです。正解は数字が伸びない。次はレで始まる家にないと落ち着かないもの。レレレあるよ。全然思いつかん。落ち着かない。困るとかじゃないんだよね。それでは両虫さん順番に言ってもらいましょうか。いや一緒でしょ。冷蔵庫しかない。あー、冷蔵庫。あー、いらんやん。買い物行く、なんか肉とか買ってくる、帰ってくる、でソースの冷蔵庫なかったら落ち着かないじゃん。なんか落ち着かないじゃないじゃん、これは。やべえ、どうしようもねえっていうレベルじゃなくて、なんかトゲ刺さってるぐらいのちょっと嫌だなっていう話なんだよ。困るじゃん。じゃあ何なんだよ、君ら。俺これよ、レックボタン。困るよそれ。なんでお前冷蔵庫でよかったよ。俺家で録画したことないもん。落ち着いてるわ。俺だって冷蔵庫いらねえよ。冷蔵庫使うんじゃねえよ。レックボタン捨てるぞ。いいよ。よくねえだろそれは。違うよ、俺冷蔵庫ない。ねえ、いや、ない。もしかして人によっては落ち着かないコップしてる。こういう話、こういう話。落ち着いてる。いや俺はもういいよ、ほんまやなくて。レモン絞りやば。いやー、やばお前次だ。じゃあボケでないんだよ。やば。ないや。はい、出た。うざすぎるお前。怒ったことないか。これは何が。いいよ、冷蔵庫。まあまあまあ、でも冷蔵庫ですよね。はい、じゃあ正解は冷蔵庫。声でっか。次、うで始まる東海オンエアに馴染みのある言葉です。う、うわ、なんだ。うか、うか。あれ以外、どうにかしてあれ以外見つけたいんだけど。じゃあ僕からいいですか、今回。じゃあ、これです。うくん。あ、一緒です。うくん。あ、うくんなの。年齢の人なんで、やっぱり東海前にウクいないよ。立ってるのがウクなんですね。じゃあ僕言っていいですか。はい、まあ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 、そっちか。まあ悩んだ、悩んだ。ウジ虫。いやー、馴染み。いや、俺これですよ。ウーパールーパー。あー、ウパマルか、ウパマル出たの最初に。そう、うわそれだ。最近で言うと勝ったのはウジ虫だけど、昔よくね動画出たから。ウパウパかうんこかだよね。最悪の二択だよね。最悪だよ、こっちだよ。最悪だよ。もう固定概念を捨てられなかった俺らは。ひねり出したのうんこだった。うんこだ。うんこ。正解はうんこ。まで始まるエロそうでエロくない言葉。白髪のチョイスがね。まか。絶対俺でしょ。これみんなそこそこ自信ある。あるよ、俺は。あるよ、俺はある。じゃあ、力順番でいきましょう。これ結構いけるよ。マンション1万個。はい、はい、やった。やっちゃった。違うで。何マンション1万個って。意味わかんない。もういけよ。まんじゅう。はぁ。え、いや、エロくない。マンドリル。あ、マンドリル。マンドリル。マンドリル。マンドリルやばい。確かにやばいね。シンプルに言ってマンゴーって。あーまあまあまあ、マンゴーってもうさ言ってみ。マンゴーって、おいおい。みんなクオリティ高いけど、ママ。何ママママママってなんかエロく聞こえないこれ。何それ。まんじゅうはちょっと惜しい。ま、マンドリルに勝てるほどじゃなかった。大王道のマンゴーか、それとも大人気マンドリルか。逆に無駄が多い気がすんだよ。何その逆って。何で点々と棒が邪魔でしかない。でもこれはマンとドリルっていうのがもう凝縮しちゃった感じ。完成度高いマンドリルでしょ。 OK、 じゃあ決まりました。正解はマンドリル。
始まる女の子が好きなもの。はい、うん、もう絶対これはもう、え、待って、え、そんな出てくる。やべ、女心知らないと思った。女心知らないぞ、女心。どうぞ。ファッション。いやいやー、いやいやー、好きでしょ。そういうことね。僕言っていいですか。はい、僕で風船ですね。はやばいやばいやばい。いや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 、お前黙れよお前、ホントに。いや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 、マンションディスっといて。じゃあ夢丸さん。おお、俺のボツネタに好きじゃない、結婚っていう、女の方が結婚は好きだと思う。夫婦が好きっていうとなんか違う、ちょっと意味違ってくる。あ、俺いくよ。もう、ああ、俺はやらしいくらい、なんかなんかもう出し遅れた感じ。どうぞ。フルーツ。フルーツね。フルーツ。あ、はい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 。ふわふわのキーホルダー。ちょっとキーホルダーはなくない、さすがに。筆箱とかリュックにつけてやる。それが小4までじゃん。それは前には言われたくない。俺が小4出てやろ。そう、俺不合だと思うな。俺じゃない、女心しか分かんない。そうだって、お前の嫁だってお前不合じゃないじゃん別に。だから違う。あれ女じゃねえ。あ、そっか。ファッションでしょ。だってあやな別にファッション好きじゃないじゃん。あやなんだけど女じゃねえ。いや、フルーツでしょ。フルーツでいいでしょ。でもあやなフルーツ好きだよ。じゃあ違うわ。こうなるとファッションだな。ファッションでしょ。ね、正解はファッション。インドみたいな。最後、おで始まる男の夢。おお、これは揃うでしょ。これ全員揃えよう。じゃあこっちからいいですか。自信あります。お願いします。お金持ち。はいはい、来ました。大金持ち。まあまあまあ、億万長者。はい、来ました。もう一択なんだった？お医者さん。いや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 、助けすぎでしょ。なんでだよ。